東京アザブ大から生放送マットやスカーのつまりショーそれではお待たせいたしました本日のゲストを紹介してください新党第一代表の鈴木宗男さんです今日のテーマはこれが宗男の遺言激動の2015年を振り返るですどうもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします本当にこのタイトル通り この胸をの遺言ということで、これ同時に本を出されたわけなんですよね。そうです。これはどんな、まあ。まあ私の生き様。うん、あのー。人生諦めるなと。うん、あのー、ちゃんとお天道様が見てるからね。うん、正直に生きろというメッセージです。なるほど。まあ今本当にそういった意味ではですね。まあ逆光なられている方。やっぱりこうね。くすぶ、くすぶって何かこう。 ど、ね、どんんんん前にたたいいとう方たくさんいると思うんですよねぜひやっぱその時にこういった鈴木さんのこの「胸の遺言」をね読んでいただければねまあやっぱり「あれ鈴木さん俺よりもっとこれ大変だな」いやこれ結構私も読ませていただきましたけれども、はい、自分のこの苦労とかそんな悩みよりももっと厳しいですねこれは。あの、うん、私はやっぱり天国と地獄を、まあ、経験した、はい、あの橋本龍太郎政権や 小渕恵三先生森喜朗先生の時は権力の真ん中にいましたからね、はい、まさに VV でした、はい、しかしあの小泉政権になってから今度私は抵抗勢力と言われて、はいあのー、逮捕までされましたね、うん、だから私は、まあ、でまあ逮捕されて出てきた後は今度胃がんが見つかって、はい、それも転移してると言われましてね、うん 人生終わったかと思ったけどもですね、おかげさまで今元気ですね。から私は、挫折だとか失望にあった人に言いたいんですよ。やっぱり頑張れと。負けるなと。それでやっぱりもう一つ私は、あの、勇気を与えたいんですね。あの、人生自分の計算通りいかないんです。ね、あの、思った通りいかない。それでもね、めげちゃいけません。前向きに考えてね、うん。そうですよね。明日があるとという思いでね、 この生きていくというね、まあ、私は発信をしていきたいなと思ってます。思そうですよね。鈴木さん自身も、この政治家になられた時に、自分の中でいろいろ目標というものがあったときしますよね。はい、例えば、四十歳で、なんだ、例えば、十五歳で、はいろ、はいろな、そういったプランはあったわけですよね。私は三十代で国会議員、四十、はい、代で大臣、うん、そして五十五過ぎてから。うん、倒産役でもやって。うん 60前後で男の勝負だと、うん、こんな計算立ってました、はい、だから35で国会議員になって13年の議員生活でこの大臣に抜擢されました、うん、そして党の総務局長や官房副長官なんかやってですね、うんうん、順調に54歳までは順調に来たんですね、うんうん、しかしその55からが一つの勝負どころと思ったところで国策捜査に ああってま逮捕される、で最高裁で棄却されて、まあ収監までされるということなんですけどね、ただまあ、生きてるだけでもありがたいと思ってね、私は、例えば北海道では、昭和58年に当選した仲間に、ですね中川翔一さんがいたんです、当時30歳、で39歳で町村信孝さんがいたんです。これガラスりました若手 そうしたら、一番若い中村さんが一番最初に死んじゃって、はい、町村さんが今年亡くなりましたね。生きてるのは私だけなんですね。うそういった意味でも、私はこの二人分頑張らなければいけないとこう思ってるんです。そうですよね。はい、まあ本当になんか今ね、鈴木さんの話聞くと、なんか結構順風満帆に来てるのかなと思ったら、意外と、例えばこの選挙出た時も、やっぱりいろんなこれ問題があったんですよね。 やっぱりこう簡単に慣れたわけでもなくてやっぱりこの,その中川さんの,その奥様やいろんなその家族のなんかいろんなこのなんて言うんですかしがらみがあってその中で鈴木宗を、ね、なんとかっていう熱い方々がバックアップされて出れたっていうの十昭和58年、はい、中川一郎先生があの自殺された。うん、そこでもやっぱりあの 自殺の原因は鈴木宗男で言われてバッシングを受けるわけですねまああのただあの時のそのバッシング経験がね、はい、平成14年、うん、逮捕の時でもね、うん、私はね負けてたまるかとい思いになったんですね、うん、あの時に比べたらまだ楽だと、うん、というのあの時は精神的に昭和58年困ったのは私は中川一郎先生にお使いしてですね、はい 365日休まないで働いてたんですよ。全全身霊ですよねにもかかわらずね亡くなったらその中川先生の奥さんからもう鈴木宗男にやられたという話されましたね愕然としたけどもしかし私はこの時反論しなかったんですうん反論したらその奥さんが同じレベルになっちゃいますからそうしたら逆に向こうに同情してしまう私が悪者になるここは我慢だと思って。 中川先生が一番よくわかってるという自信がありましたからね、黙っててまた私がこれ、奇跡の当然的の元になもとなるほど、うん、なんか本当にね、うん、そういう話聞くとね、ねやはりその,その後のね、あの小泉政権の時のああいった風評被害、あれは一体何だったんだと思わないですか、逆に振り返ると、田中真紀子ジャニタル,ルクだ、はいうん、鈴木宗和悪代官だっていう作りなんですね。はいうん まあ私ももう少し男前だったらですよ、はい、あの安川さんみたくね、いやい男だったらは、私もこんなに戦いにないかと思ったけども、これ、北海道のじゃがいもの典型ですからね。はい どうにもならんかったですね。うん、まあでも、なんて言うんですかね。やっぱ、そういう過去に皆さんあったことっていうのは、絶対これ流してほしくないんですよね。よくあのー、私たちもこの政治家の方々を見るにあたりまして、今言うことが全てじゃなくて、やっぱその方が歩んできた道を、こう見てきて発信してきたことまで押さえて、それをどれだけ継続してらっしゃるかが、政治家の集大成だと、ね。そうですね。私はやっぱりこの政治家っていうのは人間関係なんですね。うん、だから私はあの、 松山千春さんに感謝してるのは、うん、松山さんは人気関与ですね。はい、我々政治家と付き合ってもプラスはないんですね。うん、しかしもう松山さんは絶対死ぬまで鈴木萌々だと言ってくれるんですね。うん、だから私はこの松山さんの言葉で,、うん、で鈴木萌々の真実があると思ってね。うん、逆に自信を持ってるしね。これは千春さんのおかげでね。うん、あの1回目の選挙も 当然できたし、うん、またあの逮捕された後の新党大臣を立ち上げての選挙もね、うんうん、応援復活できたなと思ってですね普通はでも鈴木さん、こう何か逆行になったりこう、ね、世の中こう、なんか、ね、文句バッシングすると、大外,外の有名人やそういういろんな人たちって逃げ,ます逃げたりしますけれども、松山さんってずっとその横にいるんですよね。はい、これを安川さんね、はい、本当に 権力の中心にとかね、とにかくね、群がってきますね。もう人も来ますね。お金も集まりました。ところが逮捕されなんで落ち目になるとね、ま雲の子連らすとはよく言ったもんですね。さっと離れますね。それでもちゃんと残ってくれる人がいるんですよ。私は一つここに思ってるのはね、その昭和58年。 中川一郎自殺の原因は鈴木宗男だと言われた戦いの中でも、うん、私を応援してくれた人は、今でも鈴木宗男なんです。これは松山千春さんを先頭にね、でね今でも鈴木宗男、これが私はね、えがたい財産だと思ってますね。ですね。まあ、うん、本当にね、何か、まあじゃあ当時、そのね、田中真紀子さん、いろいろいましたけども、その人たちは今、じゃあどうしちゃってんだと、そういう意味では鈴木さんであったり、佐藤勝さんであったり、今、 もうね大活躍というか、これを見てしまうと、どうなっちゃうのかなと思ってしまうんですけれどもね、うん、やっぱり正直に生きていれば、うん、分かってくれる人は分かってくれると、はい、こう思いますよね。ですから皆さんもね、本当にね、いろんな悩み抱えてる方、多いと思います、はい、でも本当です、ね、今日はね、どんな形でも質問ね、ねメール、ファクトもすでに来てますけれども、えー、やっぱりこういったね、逆境こそ、何かこう、成功への近道というか。はい まあ踏み出せば道となるということで今日はたくさんねこれから鈴木さんといろいろ聞いていきたいと思いますし改めてこの「宗男の遺言加藤さんの方から紹介してください」はい、えー、鈴木宗男さんの最新刊です「宗男の遺言」講談社より税抜き本体価格926円で書店に並んでおりますのでぜひお読みくださいまあぜひねあのこれアマゾンとかでも買えますよねそうですね、うん、すぐ買えると思いますので買っていただきたいと思いますし私もねこれ読ませていただきまして まあ、ちっぽけなことは考えてらんないなと思いましたし今後ともねやっぱりこう鈴木さんがこれからまだまだ、ね、やっていこうというところで。 誰か私たちの生活でもねすごくこの比例するものがあると思いますし今日も一緒に2時間、ね、一緒にやっていきたいと思いますねはい皆様からのご意見お待ちしております携帯電話,電話やスマートフォンからも送れるメールアドレスは「やすかわ」j F. J p「#jorf.co.jp」ファックス番号は東京0 3 3 5 8 2 1 4 2 2番ですお待ちしています今日のゲストは新東第一代表の鈴木宗男さんですはい ね、今日のタイトルもねはい、うん、これが宗男の遺言、うん、激動の2015年を振り返るですこれが今日全新聞載ってるわけですからね、はい、まあそれぐらいインパクトあるわけなんですけれども、まあ、本当鈴木さんあの今やっぱりこの安倍政権ですね、まあ、実際いろんな意味で外交もそうですけれども、まあ、今こういった意味でいろんな新聞では軽減税率の問題今日もたくさん来ています、はい、どう鈴木さんは今の状況っていうものを見ていらっしゃいますかね私はやっぱりこの、うん 民主主義で大事なのはですね、手続きなんですね。はい、次に中身なんですね。どうも今、いけいけどんどんでですよ。例えば、通常国会いうのは、あの、安保法制、うん、強行採決。強行採決しなくても、自民党、公明党は数はあるんですよ。うん、民主主義の姿、形で十分やっていけんですね。うん、特にあの、様識のほ参議院でね、子供に見せられないようなね、あの、うん 委員長を取り囲んでのドタバタ劇なんていうのはね、ねこれは。いけませんね。うん、もうちょっと落ち着いて。あのー、やられた方がいいなと。こう思うんですね。うん、そうですよね。えー、まあやっぱりそういった意味で。この、よくこの安倍さんのこの外交、まあいろんなとこ行かれてるというところで。まああの海外でいろいろ評判もいいというお話も聞きます。実際にこの外交をどう見ていらっしゃいますかね。で安川さんね。うん、安倍さんが海外に行った場合。 必ず日本はね、お土産持っていきますね。はい。例えば、ウクライナに2300億も持っていく。はい。何に使ってもいいお金ですよ。うん、これ、喜ばない人いませんね。そうです。ですから外国の人は、うん、いもう、拍手。例えば、1月に、あの、イスラエル行きました。中東回りました。はい。私はてっきり、湯川さんや後藤さんの救出ができると思ったんですね。うん、そここでで向こうで 取り戻したと大体的にこの念頭からねアピールするもんだと思ったらなんと言った後二人ともですね、うん、殺されてしまうというようなことですね、うん、ちょっと戦術戦略なんかないですから安倍総理よりも安倍総理を支えている官僚の基礎体力だとか、はいうん、あのー、読みの甘さだとかが、うんあのー、私は ちょっと露呈してるなとこう思ってますね。どうしてもそのウクライナの問題についてもそうですけれども、そう考えてしまうと、逆にこの日本とロシアとの関係、まあ日米同盟もありますけれども、実際に今どういう、あのなんかちょっと近づいたように昨年も見えたんですけれども、またやっぱりこのウクライナの問題や、えー、今ではトルコ、ロシアの問題もあります。うんうん、やはりこの西側諸国のいろんな意味のこの、 このロシアに対する姿勢というものも日本としても立場としてどういう状況なんですかね私はこの日本にとってロシアとの関係っていうのは極めて重要だと思うんです、うん、日本はエネルギー資源がないそれをアメリカに依存しているいわゆるメジャー中東ですよねしかし中東は不安定要素が高いんですよロシアは今自由と民主のロシアだってです、ね、安定してるし世界一のこの 油ガスの資源大国なんですね。私は折り合いをつけていく、その仲立ちを日本がすべきなんですよ、うんうん、オバマ大統領、あるいはそのプーチンさんにですね、はいうん、とにかくここは話し合いだと、日本がきちっとね、行事役というかね、仲立ちすればいいんですね、うん、それどうもオバマさんに引きずられる。うん、もうオバマさんは来年になったら、 ないんですから、ううん、もうアメリカは来年になったら、もう大統領選挙一色ですよ。ある意味、日本にとってはチャンスってって、チャンスなのかもしれないですよね。ですから、日本が逆にね、このいい役回りできるんですよ、うん、そのカードの切り方が、私はちょっとですね、下手だし、分かってないなと、うん、そのトルコとロシアの関係では、はい、これ、トルコとロシアは、 この450年の間にですね、うん、大きな戦争を5回やってるんですそうですね。ですから、ロシアの教科書では、うん、トルコほど悪い国はないということを子供らに教えてるんですよ。うん、言ってみれば、韓国の反日教育に似てるんですよ。はい、だから、ロシア人はね、トルコ、我々の飛行機を落とし上がって、これやるという思いはすごいんですね。だから、ところが、日本はトルコと友好関係さ、そうですね。いう中、ん、で、なんとなく、 トルコアメリカに肩もっていいわけですようん、うん、ロシアという国は大変な情報を持ってますから、はい、プーチン大統領がなぜ強気出るかというと、それで裏付なんですよ、うん、そのエルドバントルコ大統領の家族が密輸をやって,るっているとつんでるんですね。うん、ですから、ロシアの,あの戦闘機というのは、ピンポイントで油を積んだ車列を撃ってたと思うんですよ。 トルコにとっては知られたくない秘密をロシアに握って誰か一回打ち返してまた止めにといかんと思う。うしかしそれと浅はかなんですね。現にもうトルコ政府は腰が引けてんですから。はい、例えばセルビアで外務大臣会合をやったですよ。はいうん、セルビアの場所というのはどんなところかというと、セルビアの人はみんな100%ロシア兵器ですから。うん、そこにのこのこトルコの外相が行くだけでも、 トルコを引いてんですね。そうですよね。だからこういったことをもっと日本のねこの官僚、うん、政治家しっかりですね勉強してほしいなという気はしますね。まあ特に外務省もですね。うん、そうなんですね。そこの読みっていうのはこれ大事なところであり、はい、まあ本当にこのロシアと日本のこの。 あの、ちょっと近づいたかなと思ったりね、やっぱ鈴木さんもいろいろ間入られて、えー、森さんもそうですし、やっぱり信頼関係っていう、今、何十年のその信頼関係で入り口ができたかなと思った矢先だったんですけれどもね。ですから今年は戦後70年、節目の年ですからね、私は安倍総理はこの北方領土問題でも、道筋をつけてくれ、うん って欲しいと思ったけども残念ながらダメでしたよね、うんうん、なんかこのまま終わってしまうとね、まあ、やはりね、もったいないというか、まあまだ続いてると思って、僕は惜しいですけれどもね、あとはね、日本の出方一つなんですよ、はい、やっぱりロシアにですよ、やっぱりこの戦後の見かけの問題が、この北方領土問題だって、はい、平和条約がないのは不自然だとお互い言ってるんですから。うん 大国ロシアと大国日本の間に平和状況がないこと自体が不自然だと両首脳が約束してるんですからね、うん、ね私はこれからも、あと今年2週間しかないんですけどね。うん カードの切り方はあると思ううんでですすよねそうですよねそ、えー、じゃあ皆様からも言ってみましょうはいえー、軽減税率についてお問い合わせ本当にたくさんいただいておりましてその中でもラジオネーム司書さんがですね北海道からラジコで聞いております鈴木先生がご出演ということですのでぜひと思って聞きましたということです、はいえー、先日軽減税率の大枠がまとまりましたが同じものであってもお店で食べるのと持ち帰り、はい などで税率が異なってしまうのに、理解に苦しんでいます。また新聞も定期購読と駅売りで異なるのも同様です。鈴木先生、消費税や法人税も含めた税制のあるべき公平性について、もっと語っていただきたいです。ということですはい。私はこの軽減税率ですね。はい、低所得者も、いわゆる高額所得者も、みんな、まあ恩恵を受けるんですね。 しかし、少なくとも私は基礎体力がある、そのいわゆる経済的に、税金納めれる、あるいは取れる人がいるわけですね、うん、そこらへんからは私はきちっといただくというのがね、真の公平だと、うん、あと、体が弱い、身寄りがいない、うん、そういった人はやっぱり命は五分ですから、しっかり国が面倒を見るというです、ね、私はやっぱり真の公平ということを考えた方がいいと思うんですよ。何、うん、でももで、ね、健康な人も いわゆる障害を持ってる人もですね一緒に扱うのはいけませんしね高額所得者と低額所得者もすべて平等だっちのはおかしいですね、うん、ここらへん何が真の公平公正価値の考えぶりですですね,ですねあと今回軽減税率やりました法人税下げてるんですよ法人税下げたということは大資本家の 優位性なんですねここれれですから、アメリカ方の典型ですよ、うん、これまた新自由主義社会ですよ、強いものが全然弱いものを湧くという、うん、これも私は根本から考えなければいけないと思ってるんです、うん、私はこの消費税というのも定着してますよ、うん、やっぱり社会保障に使うんだということで5、5%が8%、そして再来年の4月から10%になるわけですからね。うん 本当に社会保障にこうやって使いますという具体的なね、あの、グランドデザインを示して、国民に安心させることが一番です。合わせて、年金がもらえるかどうかっうこともみんな心配してるんですから、うん、日本も破綻国家にはなりませんと。うん、ちゃんと年金は収めますから、ご安心してくださいっていう、その、きちっとした工程表をですね、うん、示すべきなんですね。ですね。何かしらね、選挙目当てたと言われてますね、この、 権限税率が、うん、そう受け止められること自体がね私はおかしいと思うんですそれよりももっとバシーンと皆様に出すべきであると、はい、私は消費税をもう少し上げてもいいから、うん、その代わり一生懸命働いて得た所得税には税金をかけないだとかですね、うんうん、私はそういった思い切った、ね、判断が必要だと思うんですね、うん、はい足立区の竹本さんです 特定秘密保護法案や安保関連法案の進め方など最近の自民党については野党や、えー、評論家の中には安倍恐怖政治 えですとか、全体主義などと言ったり、自民党内に発言の自由がないなどと批判する人たちがいますが、そんな自民党を鈴木先生はどのように見ていらっしゃるんでしょうか、また自民党の幹部にいらっしゃったこともある鈴木先生から見て、改めて、自由民主党とはどんな政党なんでしょうか。今の自民党を見ているるとですすね上からら言われたらそれたそに反発する 議員中のいないなんですねサラリーマン化してるっていうのは、ね。サラリーマン官もそうだしもう一つね政治家としてのやっぱり信念がないと思うんですよ俺が政治家だっちゅうね意識ない特に今の自民党見て危ういと思うのは 1>, う1回生2回生、うん、2> この人たちがですね半分近くいるんですよはいいわゆる安倍総理が返り咲いてですね 平成24年、26年の選挙で当選した人たちが、うん、基礎体力がないもんですからね、うん、そこにね、物は言えないんですね。うん、ここが情けないところですね。うん、少なくとも私なんか、一回戦の時なんかでもね、野ジ将軍なんて言われましたけどね、はい、私は野獣までの恥ずかしいけども、将軍ですから、出ね、はい、ラルだから、もう、いいんだって。いいんだっていう意味で、ガンガン物言ったけども、<laughs> はい、今そうやって物を言うね、気骨のある人というか、うんうん まあ小泉進次郎さんぐらいのもんですね、このポイントついた話をしているのはですね、あのー、一律3万円の,あの給付金にしても、小泉さんは堂々とね、これはお年寄りに使うことも大事だけども、それ以上に若い人、将来の日本のためになることを考えて使う方がいいんじゃないかなんていうね、まっとうな議論してますね、ただばらまきはいけないと。その いう観点からね、うん、あとはね、今の政治家で、なかなかはっきりものを言う、あるいはまた発信力のある人っていな、ね、いですよね、うん、やっぱり特に自民党に多いのは、やっぱりこの政治家のなんとかであるっていう以前に、先に自民党のなんとかって言ってしまうんですよね、そういうイメージがあるんですよあ,ありますね、まあ、それがやっぱり一つは小選挙区のね、私は弊害が出てると思いんですよ,すよね。党が こう公募します、ね、私らの公募ってはいいもんでないと思うんですよ、やっぱり選挙に出る前から、俺は政治家になるんだっていう、やっぱりこう積み重ねが必要なんですよね、それを誰も候補者いないからね、はい、出たい人手を挙げてくださいって、無責任ですよ。ですからあの、この前問題になった、あの自民党の武藤何が質要いたでしょう、はいあの、男の人を買っただとか、ね、なんか、議員会下に連れ込んだだと言われて、そしてまた、お金もですね、はい、この。 いい加減なの投資話持ち込んで、ですね全くこの信用なくすような話をしましたね、これも公募ですよ、うん、まあ彼なんかも北海道でね、こんなものが北海道にいたかと思って、私も情けなく思うんですけどね、うん、公募というのは、党の責任なんですよ、うん、党が何も事情聴取しないでね、ただ自党を受け付ける、うん、これもおかしいですね、うん、まず党がしっかりね、検証して反省しないといけないですよ、みんなが無責任ですね、今。 なんか人を見極めるときっていうのは、やっぱりその人間の生き様というか、ただこの人は高学歴だからいいのかっていう,もう時代じゃないですよね、今、私はこれ、自民党の議員も野党の議員見てもね、みんな偏差値は高いんですよ。うん、高学歴の政治が多い。というのは情けないから、テキヌカルな、いわゆる勉強をしただけだってね、うん、頭が良くないんですよ。うん みんな塾だ、家庭教師に頼ってね、この上に上がっていく、うん、しかし、昔は幼稚園もなければ、はい、保育所もなかったんですよ、うん、我々もそうですから、うん、一発小学校、中学校で行って、恐ら、うん、塾もな,いなければ家庭教師もいないんですね、うんうん、それとも、ちゃんとまっとうなですね、あの官僚とも五分に対抗できるわけですから、うん、私はこの点ね、今、政治家に必要なのは、頭の いい政机の上ではなくて頭のいい政治家、うん、それは頭のいい政治家、うん、それは何かって言ったら人様の心をちゃんと捕まえる政治家なんです、うん、人の痛みが分かる分かる政治家です、うん、これが今ないですねこれ口で言うの簡単ですけど皆さん言ってる人多いですけど本当難しいことですよね人の痛みが分かるっていうのはまずところが今その政治家になんとなくこ心がないハートがないと思われるのは、うんうん、みんな そのお金に苦労したこととがないだとかね比較的恵まれてる人がその高学歴だしまた政治家になってるんですねですから本当に貧乏生活しただとか親が苦労したとかっていうのをね実際見てない人が多いもんですからみんな金持ちだみんなある程度満足してるという感覚で政治やってるもんですから今政治にかけてるのは 生活感がないんですよ。なるほど、はい。一回ちょっとこまつ行きましょう。あ、はい、どんどん行きましょう。はい、世田谷区の大沢さんです。この国は役人天国であって、官僚が利権を吸い上げて、富を得ていますよね。それをストップさせるのが政治だと思います。社会的弱者を助け合う世の中に変えていただきたいと思っています。鈴木先生、お願いします。はい、あの、大事な指摘だと思いますね。私はやっぱりね、小泉。 純一郎さんが総理になったときいわゆるこの政治主導の政治をやると言ったんですよしかし結局は官僚の手のひらだったんですよ、うん、なぜかというと大臣に例えば田中紀子さん当選回数の少ない経験のない人ですよあるいは1回生や2回生の政治家を大臣にしたらもう役人の言いなりなんですね、うん、それも経験ないもんですからねもう役人が いやー大臣公定書ってのも、うのみですよ。うんうん、ですから実際、言葉では政治主導と言いながらもですね、実現できなかったんですよ。うん、だから私は今もその流れは続いてると思うんです。だから、当時また官僚はしたたかですから、この一つの仕事をやってます。うん、ですから、その仕事については役には詳しいんですね。だから私は昔よく賊議員というのを言いました。はい、賊金議員を作らんとダメなんですよ。うん 本来逆にですね,ね、この議論させたら、逆によりも、こっちら負けないという、強い,強いという、それだけの蓄積なんだというね、うん、よくメディアの皆さん方は、俗銀けしからんって言ったけども、うん、本来、官僚政治を打破するためには、しっかりさ農業だら農業、あるいは中小企業だら中小企業、社会保障だら社会保障のエキスパートをぴしっと作っていく、うん、勝手な自民党にそれがあったんですよ。うん、小選挙になってからまたその 広く薄く知恵だとか、勉強してないというか、もんですから、うん、役人にやっぱりねじ込められる、うん、どっかでは私はこれ、変えなければいけないと思ってますね、うん、本当にそのゾッ員リンというこがね、やっぱりこういう時に必要になってる、これはメディアが何かこう悪い方でにイメージを作りましたよね、うん、私はよく、鈴木宗男は利益誘導型の政治家だと言われたんですよ、うん、私は個人の利益誘導になれば批判されていいですよ。はい 北海道の知事さんだとか、うん、あるいは札幌の市長さんから、うん、こういったものを作ってほしい、あるいはこういった予算が欲しいって言ったとき、やってやるのが、その選挙区から出てる政治家の責任ですよその通りですよね。うん、それをですね、この首都山南部でね、利益誘導といわ,、うん、われましたね、私は個人の利益ではいかんし、うん、腐敗はいけないんです、うんうん、しかし、公の利益誘導はね、これは必要だと思うし、うん、それぞれの政治家が選挙あっての政治家なんですから。 その選挙区にやっぱり競ってですよ、予算をつける必要な、で必要なまた政策は展開するというのはね、大事だと思うんですがね、これ、今、それがないですよね。はい、いきましょう 横浜市の野崎さんです。最近の報道番組の偏見には呆れて物が言えません。特にテレビ朝日の古立さん、TBS の関口さんの番組、コメンテーターはみんな左寄りです。これでは国民に偏った情報しか与えることができません。報道とは国民に対して公平な情報を与えることが使命だと思っています。若者の政治に対する無関心は報道番組の責任が大きいなと思っています。鈴木先生のご意見聞 いはい、まずですね、報道で一番大事なことは、国民に真実を伝えることなんですよ。うん、それをですね、ちょっと自分の思い込みでの発言だとか、言葉遣いされたら、これ、ますね。うん、ただ私、今のこの質問を聞きながらもね、今の古舘さんなんかは、 昔の久米さんに比べたらずっと公平です <laughs> 昔<だ>、うん、久米さんなっんたらひどい話でね「<laughs> 鈴木宗男さんはね声がどうもねいや顔もね」なんて余計なこと言ってくれるんですからね、うんうん、それで首をカクッと曲げてコマーシャルですからねそれで終わっちゃったらやっぱり鈴木宗男おかしいぞとなっちゃうんです、ね、<laughs> そのまんまですもんねそれに比べたら私は古舘さんなんかはねまだましでないかなという気もするし関 <laughs> 口さんはもっとましだと。 こう思ってますよ。ただ大事なことはですねとにかく嘘、うん、あるいはごまかしの報道があったとならばそれビシッと断罪す,、ね、すべきですよ、うん、それで私はねこのスポンサーにも問題があると思うんですよ、うん、その間違った言いぶりだとかあの意図的にこの誘導するような言いぶりだときはスポンサーがチェックすべきですよお、うん、ろさせてもらいます、うん そうせないとね、やっぱり治りませんよ。これは報道の自由っていうのは、なかなか幅も広いし、うん、そうですね大きいもんですからね。うん、私はそういった意味では、自由主義っていうのは、ルールがあって、初めて自由と民主の社会ができるんですから、私はこれ、お互いね、このスポンサーにもしっかりね、あの公正、公平な観点からね、逆にお金出してるわけですから、うん、自信を持ってね、 ものを言ってほしいいと思いますね、うん、本当にね、そうなると代理店もねしっかりしないといけないということですよね。はい、だからやっぱり日本はね、電通さんだとか博報堂さんたち、うん、広告のやっぱり一元化、うん、やるの広告集め、はい、テレビ局も新聞社も、電通さんや博報堂さんなければやっていけないんですから、うん、ここが問題だと思います、ねうんだんだんだん、だんだんこのテレビのこの業態っていうのも。 変わりりつつありますよね、はい、やっぱ広告費制作費もだいぶ落ちていく中で、まあ、インターネットっていうものもできたりまたそこでの宣伝いろんなものも出てきますからねはい、はい、いきましょう埼玉のアリスタさんですワタミと過労で亡くなった方の遺族との和解が成立し遺族に1億円以上の賠償金が支払われました この中で創業者の渡辺美紀氏は全ての責任は自分にあると言っています。問題なのは渡辺氏が参議院議員であることです。全ての責任があるんでしたらこのような人が国会議員である資格はないと思います。ましてや渡辺氏は自民党の比例で当選しています。誰も渡辺氏の名前を書いたわけではないわけです。 渡辺氏は即刻議員辞職をするか、かつての偽メール事件のように、えー。会議を開いて辞任を迫るべきだと思います。鈴木先生のご意見いかがでしょうか。あの、私もそれおっしゃる通りだと思いますね。あの。政治家であるが故にね、ある種私は妥協したんじゃないかと思ってますね。あの。これまでの、この賠償、こ,これだけの金額の賠償を。 出すってことは大変なことですね。これは一つのまた例になりますよ。うん、そうなっていくと他の企業等にも大きな関係影響を及ぼしますね。すねうん、そういう意味では私はねこの渡部さんもま時代の寵児として出てきてですね。その自民党がエントリーしたわけですけどね。もっとこれは渡部さん個人の問題じゃなくてね。 自民党としてもですねしっかりとした対応すべきでないだと、そうですよね。かこう時代の寵児とかね、やっぱそういうまあタレントさんもそうですけれども、やっぱりこう知名度のある方をそれは選挙に出せばね、やっぱり楽なことは楽だと思いますけれども、うん、その分、何かを失ってますよね、絶対選ぶ方もそれとその1億2000万でしたか、うん、あのー、賠償、うん、大変な金額ですよね。うん、それなれなばただ すべての責任は自分にあるとこの言うなればもっと社会的な責任も取っていいんじゃないでしょうかねう。はい。ラジオネームプリンアツミさんです今年の漢字字一文字が話題になっています今年は「案」という字でしたが、えー、鈴木先生やマットさんは今年一年を漢字一文字で表すと何でしょうかということですが。 乱乱,乱を書きますね。あのあ乱れ。乱れる乱,乱、はいはい、それは1月7日にパリでテロが起きました。うんうん、そして10月11月とそのテロがまた起きましたね。うん、まさにこれは乱ですね。うんえー、世の中非常にですね、この乱れてれば乱れてるし怖いと思ってますね。うん、ですから 私は一文字で言うならば、今年一年は乱だったと。乱たとそれと、<ー>この乱は私は日本にも継承の意味合いも込めて言いたいのはね、あのパリでのテロが日本でも起きる可能性あるんですから、これ、人も言もっちゃいけません。特に、あの、一月7日にテロでパリが起きました。あのパリでテロが起きました8日の日に,に、滅多に表に出ない、あのイギリスの情報部の長官。はい アンドリューペリー長官がですよ、これはパリだけでない、うん、ロンドンでも起きるかもしれない、いや、うん、世界中どこでも起きるかもしれないと警鐘を鳴らしてるんですよ、はい、じゃあ、その警鐘にどれほどの国が、あるいはどれほどの人が反応したかっちいうことね、うん、これやっぱりその延長線に今あるんですから、うん、もっともっと深刻に捉えるべきだと。 談は続いてると私は思ってます。まあおっしゃる通りですね。も、ま、う、あ、本当にそういう普段出てこない人がね、出てく、出てきてやられてましたからね。えー、はい、一回こまちがいってみましょう。今日のゲストは新党第一代表の鈴木宗男さんです。まあ先ほどのね、まあやっぱりこの今海外世界ではどういったことがあるか。蘭っていう一文字鉄則さんに表していただきましたけれども。まあやっぱり I. S. の問題というものが。これ例えばこのシリアとロシアとの。 IS であったりまたアメリカと IS であったり、はい、いろんな意味でこの IS をこんなこの中というか、はい、いろんな模様がこれあありますよねあの IS を本当にですよ壊滅するというなればじゃあアメリカはその地上戦かけれるかだったら、ったらそれだけの今基礎体力財政的にも軍事的にも、うん、なおなおこれ泥沼化しても困るという思いがあります。うん、一方で イランはこの IS をなんとかこの壊滅したいと思ってますから、ね、はい、じゃあそのイランはかつてはアメリカの一番の天敵だったんです、核開発なんて言って、ところが今年の6月に核開発はしないと、うん、原発、平和利用だけはさせてくれちで折り合いをつけたら、はい、アメリカは今度一気にイランといい仲になってしまう、うん、そうしたらアメリカが一番の盟友だった今度サウジアラビアは今、ロシアに。 近づきつつ、うん、この点今世界が非常にねこの動き始めてる、うん、だその状況にこの日本の国会議員政治家がねいかほど敏感に反応してるかちょっとね ちょっと心配ですねやっぱりこの中東問題にね、前にあの湯川さんや後藤さんの時もそうですけれども、この対応する時にもやっぱりこの中東情勢というものをよく分かっているこの人間をもっと作んなきゃいけなかったんじゃないかな、ね、とも思いますし。うん、ただけど、湯川さんや後藤さんの時でも日本が不幸だったのは、1億ドルの身の代金の要求があったと。はい、1>, 1億ドルって言ったら120億ですよね。はい 120億の身の知金、じゃあ2人で240億、どうやって運びますかねこんなの運びっこないんですが、現金か金で運ぶしかないですから、金で換算したら4トンかかるんです、はい、トラック一台、このも,も運べるわけない。うん、そして、持ってた段階でみんなご用ですわね。この、ありもしない話を日本の場合はね、サモン。 身代金は払うののの払わない,のかっていう興味本位の議論ですよイ、ね、IS クランは自分らのフレア,アップ、うん、存在感を高めるために世界中に発信してるわけですから、うん、利用されてるんですね。しかし日本のテレビなんかは、もうただ払うか払うか、金があと何時間です、何時ほど。これ見ながら私はね、まあ本当に困ったもんだと思ったんですね。 でも実際、空爆だけではこの IS っていうものも潰せません、ね、潰せないんですよね、はいそこで。とことんやるならば、もう地上戦かけるしかない、うん、それで今のままで空爆やってっても時間かかるだけです、はい、それともう一つ、地上戦入った、大体ほぼ壊滅した、うん、しかし一部は逃げます、うん、どこに逃げるかというと、中央アジアです、はい、タジキスタン、うん、キリギス。うん 山に逃げ込んんららここは相当できませんから、うん、じゃあ今度タジキスタンだキリギスだとこの中央アジアに行くと中国に今度影響を及ぼします,す、ね、ウイグルですよ、うん、ここまたイスラム国家にしていこうとしますから、うん、これはですからねなかなかななかなか終わりのない終わりのない戦いなんです、うんうん、ねえまあ、ね、皆様からも言ってみましょうちょっと。 徳島市の多田さんです。 え先日徳島市内で開催された某企業の記念講演会に鈴木先生がいらして、えー、私の友人も参加させていただいたんですが鈴木先生の国際情勢や政治問題への明確で分かりやすい解説そして温かくて気さくなお人柄に大変感銘を受けたと聞いていますまた徳島へお越しください、えー、ところで今週の写真週刊誌フライデーがプーチン政権のシリア空爆の状況を報じながらロシア フランスを抱き込み NATO 分裂を画策しているという趣旨が載っていました鈴木先生はどう分析されますかあのこれはですね同盟国というのは一つの括りがありますね、うん、だからトルコは NATO のこれ同盟国なんです、はい、ですからトルコは一つプーチンに対してものが言いやすいのはフランスにしろイギリスにしろドイツにしろ我々に 加担してくれるという見方なんです。これはまあ日米同盟と一緒なんです。うんはい、中国が何かちょっかい出してきたらアメリカが出てくれるという理解と一緒なんですね。ロシアは自分で生きていけるんです。うん、この点で、ね、NATO を分断しなくても NATO に対しては面白くないという気持ちはあっても相手分断しなくてもいいんですね。それともう一つ、ぜひともこ分かってほしいのは NATO の有力な国である ドイツ、はい、メルケル首相はプーチンさんと,はとってもいい関係です同じロシア語を喋る人にい、はいわゆるメルケルさんは東ドイツ出身ですから、うん、だから若いはもはドイツ語圏ですいやロシア語圏ですから、うん、そういった人は毎日には電話する、うん、ですからこれ面白い話でメルケルさんとプーチンさんが電話で話し終わった最後は必ずこういう説をお互い、はい、今日の電話はアメリカに報告しなくていいぞ、うん わっ、でお互いワッファッ、ファッと笑って、受話器聞くそうですよ。どういうことかというと、うん、報告しなくても、そちゃんと登場<う>してるからです、ねそ、そういう <laughs> で、メルケルさん自身も、あの携帯電話登場されどうってったことを明らかにしたわけですから、ね、そうい、ねうん、った意味では、プーチン大統領の方が今、私は余裕を持ってると思います。 ロシアが経済的に大変だと今言いますよね大変だいうもい油も下がってるガスも下がってるんですけども、うん、あの平成三年、うん、ソ連が解体してなくなってロシアになって三年四年後の時の経済状況がもっと厳しかったです、うん、今はもうそういった意味では十分余裕ありますそこがね皆さん逆に分かってないんじゃないですかねメディアは結構ねロシアもそういった意味で西側のこのね、うん あのいろんなこの粛清によってそうです、ね、言われてますけれどもその、例えば経済制裁してもらって、ロシアの内情は拡大してるわけですから、うん、農産物が入ってこない、果物が入ってこないっちゅう、ところが、ロシアは土地が広い、作れるものは何もでも作れるんですよ、あったかい地方もある、寒い地方もあるで、うん、そこで農民は、ロシアの農民は喜んでんです、うん、我々の出番だと、そこでしかも高くものは売れる。 力ついでんです。ですね、はい、面白いですね。ですから、今回トルコとの問題もトルコもかなりロシアに依存している部分も多かったですよね。はい、天然資源も。あの、うん、エジプトから出た時、あの。ロシアの、いわゆるローカル航空会社の飛行機が。はい、墜落しましたね。うん、あの時、まあ、あの、誰にやられたかっていうのは、初めロシアも。 はっっきり言わなかった、うん、それはなぜかというと、あのローカル飛行機会社というのは、ある州のですね、うん、小さな会社の、たまたま石油が出てるから、その石油でその州が生きてる、うん、お金あるもんだから飛行機会社を作っちゃった。うん、といその飛行機会社は20年前にエジプト航空で尻餅ついた飛行機だったんですよ、あの墜落した飛行機が。 この古くなった、うん、あるいは勝手のその死に持ち事故が原因で空中爆発したかもしれないと思うからポジシーは黙っておった。うん、というのは実際に撃たれたということが分かったからいやこれもやられたということになったわけですね。うんうん、まあロシアはそのぐらいに、まあ、なんていうか慎重でもあるし、うん、裏付けがしっかりしたらドんと出てくる、うん、ここらへんはやっぱりはロシアは基礎体力があるとそうですね。はい えー、お名前がありませんがご紹介します。えー、私は北海道江別市のものです、えー。鈴木先生は沖縄の普天間基地移転についてはどのようなお考えでしょうか。はい。うん、私は普天間基地をなくす、はい、これが最優先ですね。これ世界一危ない飛行場です。もう民家もあればあのー、病院学校たくさんありますからね。だから橋本裕太郎総理が 清水の舞台から飛び降りる覚悟で、うん、あの移設を決めたわけですよ。そこで今、名古の辺野古沖屋に移設しようとしてます。これは絶対ダメです。なぜかというと、あの綺麗な海を埋め立ててどうするんですか。珊瑚のあるし、あるいは呪文もいるんですよ。私はね、司令のこれは冒頭だと思いますね。それと、なぜ、 海で産み立てる必要はあるんですか丘でやろうと思ったらできるんですか陸地で。それはキャンプシュワブという今、米軍が使ってる演習場がある、そこに引けるんですよ。それがだんだん私がいるときはその方向だったんです。で、滑走路は1本で1000億の予算だったんです。私がいなくなってからですよ。だんだん沖合に行ってしまった。しかも V 字型って日本作る。私から言わせれば 砂利利権ですすよよ間違った、ね、力が働いいてると思いますよだからこの辺野古沖施設はやるべきじゃないです、それと沖縄は知事選挙でも、名護の市長選挙でも、辺野古沖はダメですよという人が当選したんですよ、圧倒的に、これが民意なんですから、私はその民意を尊重すべきだと、こう思ってますね。はい、柏市の秋葉康博さんです えー、北海道で中国人が土地を買いあさっている問題について、ぜひお聞きしたいですということです。はい、えい、ー、とで、ね、水資源とかもいろいろ話聞きます、ねはい、その買いあさってるというのはちょっと心配しすぎで、うん、実際、買いたいとか、水の権利を取りたいといとう話はあるんですね、うん、しかし、各町村には条例もあれば、あのルールもありますからね、そうそう簡単にですね、買えるものじゃないんです。うん、ただ その中国人が買いに来るのにまた協力してるのは日本人のブローカーがいるわけですよ。捉えてみたら我が子の相手ですね、これ日本人であるんですね、ここら辺も考えなければいけないなと思うし、私はそうそう、北海道といっても日本の中では広いんですけども、中国から見たら狭いもんですからね、私はあのあまり心配がしてないんです、うん、そ今、中国人のやっぱり資本家でホテルを買いに来てますよ。うん そっちの方が、まあ私はあのー、家方向に動いてくれればいいんですけどね、またちょっと経営がおかしくなったと、中国式のやり方で失敗しましたなってことで、それが今度、廃墟らな,なったらなお建物だけ残って大変ですからね、うん、ここら辺の方が私はもっと心配ですね。うんはい ラジオネームさくらさんです。娘さんである鈴木貴子議員についてお聞きしたいです。父親として、また政治家の先輩として、どうご覧になっていますか。うん、来年三十歳、いよいよ三十にして立つのお年ですね。ただ、民主党で、しかも細野豪志議員のそばに置くというのはどうかと思っています。<laughs> はい、あの、ありがとうございます。私はですね、あの。 鈴木孝子がこの政治家になるとき、内心中が本心、こ娘を戦場に送るようなもんですから、うん、特にこの政治の世界というのは、妬み、悲がみ、やっかみが多いんです。うん、それはポストと権力がつきまとうからです。その結果、私なんかは逮捕まされるわけですから、うん、そこに娘を送り込むのは、ですね私自身はですね、上司と品川たち、特にもう女房は、 反対でした、うん、これも後で娘に申し訳なかったなと思うのはです、ね、後援会から鈴木孝子出るべしと言われたらです、ね、1週間考えた、1週間で3キロ安たったんですから、うん、あの小柄の子がね、3キロ安だということを女房から聞いて、逆に申し訳なかったなと思う、うん、やっぱりそれぐらい私も心配したし、かなえはもっと心配した、また娘はそれ以上にあのいろいろ信じをしたと思いますね。うんうん、ただ私は 親子関係を抜くにして政治家として見る場合ね、娘は向いいてると思います感性もあるしね、うん、そして激しさもあるし、あの何よりもあのカナダで高校、大学と留学しておりましたからねあの、それなりの国際感覚も身につけてるし、基礎体力、感の良さ、いわゆる地頭はいいと思ってますね。だこれをうまく活かして あとは人に可愛がられることです。うん、人に可愛がっていただければね、いいと思います。それで。細野豪志さんとに置いとくのは、いかがなもんかという話ですけれども。はい、私は民主党の中では、細野豪志さんが代表になればね。うん、民主党に対する国民の見る目は変わってくると思います。ほうほうやっぱり民主党には、細野豪志さんとかね、玉木雄一郎さんとかね。うん、いい人いますよ。うん、こういった人たちがね、出るべきなんです。 あの岡田さんみたた、ね、あの暗いい顔して岡田さんから見てしまうとみんながいいふうに見えてしまうんですよね、<あ>逆にその立ち位置に言わているですよやっぱりね、<laughs> 私は明るさが必要ですよ、リ、うん、ーダーには。オーラが必要ですよ。うん、そういった意味ではね、やっぱり暗い人はだめです。あの、江あの幹事長にしてもね、やっぱりなんとなくね、なんか暗い感じしますね。なんかでも弁護士上がりってどうなんですかね、れさん。あの 私はさんそれ全部否定しませんけれども、弁護士上がりでもいいんですけどね、私はやっぱり政治家である前に、人間誰、そうです人誰れでいたいんです。人の心がわかるかですよ。ですよ。この江野さんあたり、もっともっとね、人の心というものをね、きちっと理解する、うん、あの人のが昔、かまれだったんですから。うん、そうになればね昔付き合ったもの 俺は今こんな立場だから全くゼロだっていうのはね。それももうおかしいなめらしですよね。私たちしてはね、うん、やっぱりおいおい時代は変わったと。うん、しかし、お前たちも考え直せたとか、うん、これがあるべき姿なんだという、うん、こうやっぱりいい方向に持っていかんんですよ、ね。よ、うん、そうですね。はい。こでりこまし、さあどんどん行きましょう。横須賀市の西山さんです。はい。 民主党と維新が統一会派を作るという動きになっているようですが、うん、野党が復活をするためには、反原発を掲げている小泉純一郎元首相を野党に巻き込むというのが必要だと思いますが、いかがでしょうか、うん、はい、あの、私は小泉さんがですね、あの、脱原発、反原発、これは今の、あ,あの、立ち位置はいいと思うんですよ。はい、ただ 一つ、小泉さんもですね、国民に説明してほしいのは、自分が総理の時は、原発のセールスマンやっておったんですから。散々売ってた人がいきなりらすから、ね、それをきちっとですね、説明してからやればいいと思うんですね。うん、それで私は、維新と民主が統一会派、これ、国会の中での出来事です。国民にはピンと来ません。新党を作るしかないんです。うん、やっぱりね、この日本のためには交渉といってね、うん、やっぱり対処交渉に立って、勝利を据えて、台頭についてね、 新党作らんとダメですね、うん、そういった意味はまだ私は生ぬるいというかね、甘いとこう思ってますね、うん、逆にこの新党第一としては、例えばこう他と組む、例えばこの野党と組むという場合ですよ、例えば何かやっぱりこすべてが一緒なわけじゃないですよね、何かこう譲り合う部分、そういもものの出てくるわけですからあ新党第一はまあ北海道の地域政党ですから、うん、北海道では存在感と影響力を持ってますから、うん、そうで、 新党大臣が例えば自民党につけば自民党の候補が勝つんです。うん、民主党につけば民主党の候補が勝つんですね。ですから、私はそういった意味では、ぜぜひで、うん、あで動いてるんです。うん、あとは人物多いですね、政治家の。だって今、この岡田さんがですね、回答はダメだめだと言うんですけども、うん、今、私も今年三30箇所、講演して歩きながらも、はい、民主党ときは名前にやけさせてますよ。うん せっかく政権交代させたのにね、あの鳩山の宇宙人総理だったと、そして頭空っぽの菅総理だったと、そしてしなくてもいい野田さんの,あの解散・総選挙だったと、うもう民主党っていう名前で言いなかったんですよ。だから、ここはね、回答してやって直すしかないんです。そしてやっぱり国民にね、このこういう日本を作りますっていうね、きちっとしたメッセージを出すしかね、私はこの今の野党がね、自民党に対抗。 できる仕組みになるのはこれしかないと思います,いです、ね、はいもうあと残りもね差し迫ってまいりましたはいえー、ラジオネーム青ペンさんですまた森元総理がオリンピック会場のことで失言をしましたえー、外側だけなら B 案がいいなというような変更した意見ですまだ決まっていないのにそういうことは言ってはいけないと思いますこの方は本当に向いていないと思っています先生は森元総理の失言 どう思われますかあの A 案 B 案で外から見たら B 案がいいななんだていうのはねたまたま森さんは正直に答えてんですただその後森さんはきちっと言ってんです競技で大事なのはアスリートの皆さん方が使い勝手がいいこれが一番なんだというちゃんと言ってるトータルでですね私はメディアも報道してくれればいいんですけどねちょっと森さんの正直に 森さんの言葉をその部分だけ使う、これは私は公平でないと思っています。うん、森さん中身は慎重だしね、正直すぎるんですよ。そういった意味では、森さんはこの、私は今の人にはうってつけの人だと、こう思ってますね。私はもうちょっとあの 一心深く森さんを見つめていただきたいなと思いますね、うん、やっぱ言葉尻拾われてしまったりその部分するともうこれ他にもありますよねこういったもう,もう私なんかもしょっちゅうやられてる生の、うん、言葉尻だけなの全体でやっぱりね見てもらうとりますよねこんなことは普通子供でも小学生でも教えることですよね、はい、それが大人がこんなことやってるんですからね千葉市の三井さんです 維新が吸ったもんだの末大阪維新になりました新党第一は名のある地方政党の先駆けだと思いますが大阪維新また橋本さんのことはどのように見ていらっしゃいますかまあ私はあの今の流れで言うならば橋本さんはあのアメリカの共和党の大統領候補のトランプさんと似てると思いますよ過激なことを言ってまあ肝心を集めるじゃあ長続きするかとするなると 長続きはないいと思いまずか、うん、ら賞味期限はああの変えられてると思いますその、うん、激しいことを言うが故にですよ。そういった意味ではあの昔の田中真紀子さんと私は似てるんじゃないかなとトランプさん、田中真紀子さん、うん、橋本さんなんていうのはね大体似たようなこの土俵の上で戦ってるなら一時はいいとしてもじゃあ何年 持つだろうかなというふうに思いますね、うん。激しいことを言うのはあれでもそれを続けることが大変なことですね、はい。はい。はい 江東区篠野目の餅月さんからいただきましたえ鈴木宗男さんの大ファンです自民党はいろんな政策を言ってますがえす、ー、べて選挙のためのパフォーマンスだと思ってしまいます国民のために鈴木先生期待していますのでどうか頑張ってくださいとこういったご意見たくさん来ておりますありがとうございます、うん、あの私はやっぱりあの政治は弱い人のためにあるし政治は恵まれない人のためにあると思ってるんですね それは原点だとこう思ってますからね、まあ私はさまざまな経験をした者としてね、やっぱりあの立ち上がれる、カムができるこの社会にしたい、それのためにも鈴木宗を見れというぐらいの、ですねあのこれからもあの行動していきたいなとこう思ってます。 ラジオネームプリン厚みさんぜひもう一枚お願いしますということで来ているんですが現在介護問題が過労虐待等々で深刻になっていますが先生はこの問題に対して国がどう対処すべきだと思いでしょうかこの介護という仕事はとっても尊いことなんですね同時にですね人間ですからその時の気分気持ちの持ちようだとか 体調だとか、さまざまな条件も絡んでくると思うんですね。ただ、ぜひともですね、この介護されてる人にお願いしたいのは、優しく接してほしい、お年寄りに。やっぱり、好き好んでですね、年取ってるんじゃないし、また、あの、体が不良にもなってるわけじゃないんです。これは、昔から、子供叱るな、来た道じゃ。年寄り笑うな、行く道だという言葉あるんですけどね。これ お互いその介護している人もいつかまた介護されるんですよ、そのことを思ってね、とにかく親切、優しさ、思いやり、慈しみを持ってやってほしいんです、それともう一つ、例えばお年寄りに給付金3万円出す、これも一つの政策だと思います。ならば、介護をしている人たちに私は2万円出す、そのぐらいの手当をね国がすれば、介護に定着しますよ。うん 今介護者ってもうすぐ入れ替わわりり立ち替わりなんですだからまたちょっと気にこなかったらもやめてしまう、やっぱりこれは手当の問題、待遇の問題なんですよ。そして今度、福祉法人なんかはある程度ですね、この財源は保留してこないといけません。それは立て替えしたりですねしなければいけませんから、それをもってですね、いやいや、所得隠しだなんてまたこの税務署あたりがですね、 いいいろいろささ入れれてくることもこもも間違いですやっぱり10年、20年、30年、40年のスパンでみたいなとないかんわけですからね、その後継の視点をどこに置くか、これもまたに政治の役割ですけれども、私は介護職員の皆さん方には、もっと国がですね、生活保護費も国は出してるわけなんですから、それならば、この人を世話する尊い仕事に従事してる人には、国も責任を持って、何が違うの手当てをしてやる、子ども手当ても出してる。 出したこともあるわけですからね今回も3万円一人当たりお年寄りに出すわけですから、うん、それもあれば介護職員にも私は出していいんじゃないかなという考えを持ってるんですねまあ本当そのままこれね、聞いていただきたいと思うんですけれどもね、はい、まあ本当にね、まあ、本当にそれぐらいのことをやらないと、この国にだめになっちゃい,ますよ、ね、いや、本当に,本当にやっぱりお年寄りは頑張ってきたんですからね、うん、しかも、この廃墟とかした日本を立て直したの人が今、まさに、あのー、うん 高期高齢者になって、ですねあの、大変な生活してると思いますからね、ここは私は今生きるものとしてでもね、やっぱりあのお年寄りを大事にするというのと、そのお年寄りを狭いる人をちゃんと面倒見る国が、この仕組みは作らなきゃいけないと思いますねすね。ね、うん。そううでも本当に、ね、今日はあっという間に1時間以上だったわけなんですけれども、まだまだちょっとね、メール、ファックス読み足れない方、たくさんいるんですけれども、本当にすみません、はい、でもそれさん、あとまだ残り30秒あるんですけれども、はい、この。 胸尾の遺言,言ですね。はい、今日も節々で鈴木さんのね、やっぱりこの生き様というか、まあ逆境から立ち上がるっていう、なかなかね、あの、口では言えるんですけれども、なかなか難しい部分だと思うんですけれども、あの、皆様にもすごく、はい、あの、何かこう、プラスになったというか、ああ、そういう生き方、なるほどな、鈴木さんっていう声もあったと思います。はい、ぜひですね、はい、また今後ともですね、えー、この番組にともとも、また、はい、 来年になっちゃうんですかねもうね、はい、もしかしたら来年お越しいただければういます本当にありがとうございました、はい、どうもありがとうございました今日のゲストは新党第一代表の鈴木宗男さんでした、うん、世相に切り込む生放送マップスターのズバリショー